飲み物のようにごくごくと飲めるような、喉越しで味わえるような丼。これは本当に美味しい証拠だと思いますね。はい、日経トレンディネット編集長の綿貫です。今回は牛丼対決の前編ということで、4人の審査員のうちお二人のコメントをご紹介します。それではどうぞ。グッドデイブニング、フォーリンデパッチです。今回はですね、コンビニのお弁当ということで、そうですね、しかも今回丼物、丼物であれば本当に僕に任せてください。というのもですね、普段お米の上におかずを乗せて一緒に食べるオンザライスというのを、私推奨させていただいているんですけれども、まさに丼というのはご飯の上におかずが乗って、それが一体化している本当にオンザライスの究極系だと思うんですね。だからこそおかずとご飯の相性が絶対に重要です。そこの相性の良さが、一体感を生み出し、さらにまあコンビニっていう、時間がない時でもサクサクっと食べられるその手軽さ、手軽に一体化した丼を食べることによって、まさに飲み物のようにごくごくと飲めるような喉越しで味わえるような丼、これは本当に美味しい証拠だと思いますね。コンビニでお弁当を買うとしたら、割と丼物が僕は多くて、でなんか親子丼とか、なんかカツ丼とかも、なんか最近は卵の部分がちゃんとこうトロッとしてて、レンジで温めても固まらずに、本当にトロトロの半熟加減がうまく再現されてて、すごくお気に入って食べたりする機会はあります。個人的なそのランクをつけるとすれば、1位はこちらですね。というのも、冒頭にお伝えしたような、やはり丼とはおかずとご飯のマリアージュ、一体感が重要だと思ってます。そうした時に、こちらの多めの牛肉で、肉感を出し、さらにこの小刻みな玉ねぎが、邪魔しないようにうまくバランスを取りながら、最後にこのちょっとパラパラめの白米が、後追いで来ることによって、見事な一体感を演出しているかなと思います。やっぱりその全てが重なりあってこそ、丼だと思いますので、こちらの一体感は非常に素晴らしいかなと思っております。1位はこちらでした。あ、ローソンさんですね。美味しかったと思ったのは、真ん中ですね。はい、ちょっと2つと比べてちょっとお肉のなんか筋があまり感じなかったかなっていうのがあって、あと味の、濃さもなんかちょうど良くて、甘みとちょっとこう少し甘辛い感じもバランスが良くて、玉ねぎも甘くて、はい、美味しかった。一番やっぱりお肉の質がいいなっていうのがすごい感じます。こちらです。